iPhone の、Bluetooth をオンにします。デバイス検索中でこのキーボードが、ここで検索されるのを待ちます登録されてないので、ピン1944打ち込むと、はい、接続されました。でですね、これでは一回、切ります。これを解除して、ほんで、デバイスの登録を解除オフにします。そして今度はこちら、こちらの iPad の、オンにします。とデバイス検索中、これが、シニアアドバイザーの、白川さんと、1時間ぐらいだったかな。なんかあとその前にも言うと数人のシニアアドバイザーの人に、付き合ってもらって電話サポートしてもらった時の、iPad の状態です。でここで、これはあの、もう残りは、これで、再起動、あと新規の復元、そういうのも全部、サポートの方を、ね、見てもらいながら全部やりました。でも、最終的に今もこれも新規の復元にしているところですけど、5なんですけれども、で今は、Wi-Fi だけはつながっている感じです。もう SIM カードも、抜いてあるし、そんな感じです。ですがデバイスを検出しません。これがですね、まあ何分待ってても、全然しないという状態です。以上、iPad の、Bluetooth が認識しない、症状を動画にしました。